I'm Mo Rocca, and I'm excited to announce season four of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets, all that, and much more. 毎週火曜日のこの時間は、神米カブミのキャッチアップです、はい、引き続き関東大震災のことについて触れていきたいんですが、はいええ、虐殺がなかったと言ってしまう人たちが一定数いる、増えているんですね。ええ、でも、まあ、こ歴史的な事実の前では、もうほとんど妄想に近いですあの。日本がそんなことしたことを認めたくないという願望ですね。 えー、否定のしようもない、いろんな証言やあの記録が残っているものについて認めないというのは、ですね<ー>、えーまあ、愛国者であろうとするあまりの、うんまあ、踏み出しすぎている状態なのかなというふうにも思います、勇み足かなと思います。追悼式典と同じ時間帯にこれまで虐殺否定派集会を開いて スピーカーの音をとあの本来の式典会場に向けて、静筆な祈りの場を妨害してきたんですね、はい、で今年の9月1日は時間をずらしたんです、だから<お>あの静かに開催できました、あ<ー>ところが、ですね、えーえー、この、えー、団体は、はい、あ午後4時半から時間をずらして、はい、追悼日の前で自分たちの追悼式を開くというふうにブログで発表していたんです、<お>その内容です。はい 関東から生活の糧を求めて上京した朝鮮人も震災に遭い多数の方が落名しました特に二百数十人の方は自警団に殺されるという非業の最後を遂げましたさぞ無念だったことでしょうここに真実の慰霊祭を粛々と開催いたしますふるってご参加ください というふうふにブログに書いていたんですが、ええ、まあ司法省の記録で加害者が起訴された特定されてですね起訴された事件に限った被害者は朝鮮人が233人だったんです、うんええ、つまりこの方々に限って追悼式典を開くのだとこれが真実なのだという言い方なわけですあの記録に残らなかった人たちのことを消去しようとしているわけですねはぁはぁはぁ おそ、えー、らくものすごく多くの人がいたんですけど本当にそれはあ名前もわからない人たちです、えー、現場でお会いしたのは福岡市出身のマーケティングディレクター金正則さんです百年ですけどねこんなことになっちゃってですねまあ冒涜ですよね本当にねそう私宗教の人間じゃないけど冒涜とかこう踏みにじられてる感じですよねこの後トラブルを 起きなけければいいですけですすどそうね病ばいになってしまったらまずいから、少し直接的な抗議しにくいのではないかという声も、あ関係ないんじゃないですかそれは関係ないかしない、はい、組織体じゃないから、止められないですよ、止められないでは、これはもう冒涜だと、そして多くの人がそれを阻止するために集まってきているのだということを言っていました。うん え在日韓国朝鮮人だけではなくて、多くの日本人もですねえ参加していました、うん、数百人はいたと思います、えー、で慰霊碑の前から数十メートル先に、そよ風が集合している場所が見えるんですね、喪、うん、章をつけた日の丸が掲げられていました、でその間には警察が入って、柵も立てて、はい、え直接、の衝突が起きないようにスペースを空けていたんですが、うん、まあ見える状態でした、うんで、開始の30分前、午後4時半にはですね非常に緊迫した雰囲気になってきたんです。えー えー、そして、えー、そよ風の一団がじりじりとゆっくりと歩き始めたんですね、<う>でまあ、警察官が取り巻いていまして、はい、でその柵の向こう側から、レイシスト帰れっていうコールが突然始まりました、<う>レイシストっていうのは、人種差別主義者という意味です。 こんな凄まじい応酬となった、ね、んですね、はいえー、警察の制止で、慰霊碑の前までそよ風は進むことができなくて、最初の集合場所に戻って、短い集会をして、えー、公演を出ていきましたけれども、1>, 1時間ぐらいは本当に慰霊の日にはふさわしくない、騒然とした雰囲気になりました、この時そよ風のメンバーに話を聞いています。はい 慰霊祭をしようとしてるんですよね。慰霊祭です。慰霊祭の妨害するっていうのはどういう話なんでしょうか?。そういうこと。どうして邪魔するんですか。か今まではでもい、なんかお寺でも何でも人を慰霊してるときに。こうやって邪魔するっていうことは、いろんな考え方があってもいいかもしれませんけど今は、日本語で。そう、もう亡くなった人を慰霊しにいきました。正確なしそれで。それで。 来たのに通してくんないんで警察が<あ>そんなのない、ね、あいつらの批判っていうのは僕たちが普通にか外線やっても同じだからい,いつも一緒だから六千人が多すぎるという意見があるのはわかるんですけどいといい約30人ってのは少なすぎませんか？どでも自然あの災害だったらどんだけ亡くなってるでしょう？日本人だって何万人も死んでる虐殺された人が虐殺してませんって 俺が調べたけないですね,んねんそんな事実ないって聞いてます日本人側としてはね二百何人が確認されたんでしょなんで虐殺しなきゃいけないんですか虐殺があったという歴史的な事実だと考えたってね虐殺はいつでもある今だってあるじ今でも北朝鮮で虐殺起きてるじゃん今,今でも虐殺起きてるじゃんその虐殺は問題にしないのかお前らはでも女性の 方の声は、もう虐殺はないっていうふうにしっかり言ってましたね、はいはい、虐殺はなかったと言っていますあの死んだ朝鮮人の約30人余りの方々は、えー、日本に対するテロを起こそうとして、えー、殺あの逆に抑えられた,った、日本人が抑えるために殺害したんだというスタンスなんですねんあね、いわゆる朝鮮人虐殺はなかったということを、今、はっきりおっしゃってましたね。 まあこの団体がこうひ、うん、慰霊碑の前で集会を開く行動をしたということなんですが、もともとトラブルになることを全くいとわないというかです、ね、うトラブルになって、えー、こう政治的な対立が持ち込まれるのは困るということで、東京都などが、えー、両方の集会を中止させるのではないかという懸念が広まっているんですね。でえー、そよ風のの関係者は両方の 追悼式典を、うん、おなくすのが目的だという,ような表現もしています。えー、え、本来のその追悼式典をさせないためっていうことでもあるのか、ね。日の撤去をですね求めているんですよ。あそっか、うですので自分たちの追悼式典ごとお本来の追悼式典をなくしたいという意思があるんだろうと思います。うん えまあ抗議する側の罵声にも人格攻撃のようなねうあの言葉もかなりあって、えー、え旗で見ているとなんでこんなひどい喧嘩してるんだというふうに見えるんですよ、えー、しかし注意しておかなきゃならないのはどっちもどっちとは言ってはいけないということです両論兵器ではないということですね、うん、ファクト、事実、はい、虐殺があったという事実と、うん、なかったというフェイク、うんうん この二つを並べて二つの意見があるという言い方はできないと思うんですよね。うんねうん、例えば人を殺してもいいという意見と人を殺してはいけないという意見があって、それは意見が対立するから両論並議すべきだっておかしいでしょう。おかしい。うん、差別をしてもいいというのと差別はしてはいけないっていうのも二つの意見があるのだからどちらかに偏ってはいけないという言い方はできないですよね。うんうん 虐殺があったか、なかったかというのも結論的にもはっきりしている話なのです、す、ええ、身の回りであのもしあの、朝鮮人虐殺って本当はなかったんでしょって言ってる人がいたら、あのその人は信用できないと考えててもらっていいですうんあの思い込みに、えー、惑わされてしまっていう方ですね、うんであの、これは本当に冒涜なんですよ、亡くなった方に対する。はい でこれが歴史修正主義の怖さで、うん、虐殺や戦争はこれではもう防げなくなるんですね<ー>再発を、はい、で,ですから私たちメディアも両論を併記することは避けなければいけないですそういう2つの意見があったらきちんと取り上げるというのは僕らの原則なんですが、はい、フェイクとファクトを並列することはあの職業倫理に僕は反すると思っています、うん、でこうししたた風潮を助長したのは 小池党知事がメッセージを取りやめたことですね、<ー>でそして今日のこのこの,この日の混乱は、ですね東京都が追悼のその日に、追悼碑の前で、えー、追悼碑の撤去を求めている人たちの集会を許したことです、この日ですよ、100周年の。 まあ責任は一義的に東京都にあると私は思うんですよね、うこうしたことを繰り返さないためにはきちんとです、ね、あの認めていかなければいけない、これは反日とかいう話じゃないんですよ、やっぱりこう日本を愛すれば、ああ愛するほど、将来にわたって日本がきちんとありたいと考えるならば、うん、過去のことはきちんと認めておいて。 えー、それは何にも歴史に恥じることでもないしあの、国を愛する気持ちに恥じることでもないと思います。うん、あの気持ちが先んじて、えー、願望の方を事実と思い込んでいる人たちが増えていることを非常に危険だと、お私、現場に行ってて思、思いましたねここまで神戸兼文のキャッチアップ、お送りしました。 紀子さんは科学この他にも音楽プロデューサー松尾清さん RKB 報道局の神戸金文解説委員長日経エネルギーネクスト編集長山根紗友紀さんスポーツ文化評論家玉木正幸さん元 RKB 解説委員長飯田和夫さんクリエイティブプロデューサーサ三好合平さんが 毎週さまざまなテーマで今ホットな話題を提供していますアップル、スポティファイ、アマゾン、グーグルの各ポッドキャストで RKB ラジオで検索してフォローをお願いしますまたリアルタイムで番組をチェックしたい方はラジコで RKB ラジオ田畑龍介グローアップを聞いてください毎週月曜から木曜朝6時半から9時まで放送中です